箱根峠、足柄峠、小田原三島、熱海長尾、峠乙女峠、小尻峠、熱海峠、箱根火山における足柄峠などの位置関係足柄の石。この門は1985年の映画、ランのセットとして作られ、後に移設されたもの。足柄峠は、静岡県寸東郡小山町と神奈川県、南足柄市の間にある峠。 箱根外林山から北に伸びた尾根城に位置し、箱根峠と共に東海道を構成する。標高759メートル。足柄峠は、駿河国と相模国の国境の峠である。峠では、縄文時代や奈良時代、平安時代の土器片が採取されており、古くから交通の要衝であったと考えられている。かつてはここを足柄坂と呼び、ここより東を坂道と称して、 足柄峠はその入り口であった。この峠を越える道は古代に東海道として整備され足柄路と呼ばれた。日本語記には富士山の延暦噴火の際、駿河川の足柄路が通れなくなったため箱根峠を通る街道が整備されたことが記されている。再び通行可能となった後は箱根路と共に東海道の一部を構成した。交通の要衝であるため、 899年に、関所が、戦国時代には、足柄城が築かれた。1336年には、南北朝時代の幕開けとなる箱根、竹の下の戦いが行われ、足柄峠に陣取った、足利高氏の軍勢が、日田義貞の分隊を指揮して西側から攻め寄せた、脇谷義助を、峠下の竹の下で破った。江戸時代になると険しいが距離が短い箱根路が、 東海道の主要街道として整備され、足柄峠は、脇街道となる。さらに、1889年には、足柄峠の北側の佐古川に沿って、県境を越える東海道本線が開通し、第二次世界大戦後にはこのルートに沿って、現在の国道246号や、東名高速道路が整備されたため、静岡県、北春地方と神奈川県足柄地方を結ぶ。 交通路としての重要性も薄れた。継承地として観光客が訪れる。峠の静岡県側は足柄城跡が公園として整備されており、富士山の景色を楽しむことができる。神奈川県側は足柄峠が万葉集に歌われたことから足柄、マハ公園が整備され、相模湾や江ノ島、三浦半島まで眺めることができる。峠付近には足柄山青天堂や、 茶屋がある。黒沢明の映画、ランで使われた門が関所として置かれているが、関所の位置や形状は不明である。最寄りの集落で、路線バス便のある地蔵道地区から、足柄峠までの旧足柄道、約3キロメートルが足柄古道として、ハイキングコースが整備されている。また、反対側の足柄駅から、峠までの間も足柄古道として、 ハイキングコースとなっている。地蔵道地区や足柄峠からは、ヤ倉学、県立21世紀の森や、金時山方面へのハイキングコースも整備されており、登山や散策に訪れる人も多い。足柄峠で章の秘局を、豊原寺明に伝えた、源義光を忍んで、毎年9月の第二日曜日に、南足柄市と小山町の共催による、 足柄峠笛祭りが開催される。祭りでは笛などの楽器の演奏披露などが行われる。また、漁師町の小学生による人取り綱引きが行われ、勝った側は、城跡の広場に、相模国南足柄漁、駿河国小山漁という看板を立てて漁有することができる。なお、実際の行政会は変更されず、小山町に属する。2007年9月から1年間は、 駿河国小山寮となっている。伊豆箱根鉄道大小山仙台小山駅より、倉沢を経由し地蔵道まで、箱根登山バスの路線バスがおおむね毎時1本、運行する。また、4月から5月、10から11月の土休日には、足柄マハ公園まで直通する便も運行されている。2020年8月から12月の土日には、 足柄駅から峠に向かう片道運行の無料、ハイキングバスが運行された。過去には、駿河湖山駅から足柄峠への直行バスが、富士急行バスにより季節運行されていた。ありがとうございます。